皆さんこんばんは、たちこです。今日のニュースは、立憲の杉尾秀哉議員が能登半島地震について政府の初動が遅かったと予算委員会で岸田総理と木原防衛大臣などに詰め寄ったんですが、出した資料や引用がことごとく論破され撃沈してましたので、そちらを見ていこうと思います。まず杉尾議員は防災研究の第一人者で石川県の危機管理アドバイザーでもある神戸大学室崎名誉教授の発言を引用し、発災直後に状況把握ができておらず、国や県のトップが被災を過小評価した、初動に人災の要素があった、今回の自衛隊の派遣は遅いし少ないと資料を出しながら厳しく追及しました。これに対し岸田総理は、夜を徹して情報収集を行い、部隊も最大限動員し、発災直後に自衛隊も含め政府は救命救助に全力で取り組んだと反論したものの、そんな答弁じゃね納得できないということで、今度は木原大臣に資料を出しながら、初動が遅い、今回の地理的条件の中で陸から行くのが難しければ、まず最大限航空路を使って自衛隊を投入すべき、それが本当にできていたのかとかなり強い口調でね詰め寄りました。ところが木原防衛大臣は、いや、まず出している資料が間違っていると指摘しています。いや、おいおい杉尾、殿下の宝刀印象操作出すの早すぎだろって感じですが、木原大臣が数字が違うと反論した瞬間に、杉尾議員や立憲の議員が、ちょっと待てよ、そんなこと聞いていない、聞かれたことだけ答えろと詰め寄り、杉尾議員もそれをやると時間がないからと止めに入っています。いや、それやると時間がなくなるからって、それもう自分で印象操作してるってことを自白してますけど大丈夫ですかと。木原大臣も、いやいやちょっと待ってくれ、このまま放送されると誤解を招くと答弁を続け、自衛隊の投入資料について、熊本震災と東日本震災の数は司令部や後方支援を含めた体制の数になっている、能登半島地震の2日目1000人、3日目2000人というのは自衛官を被災地に投入した数であって、そもそもベースが違う、体制の数でというなら2日目は1万人、現在は1万4000人で報道機関にもそう伝えていると完全に論破されています。まあ、さすが立憲のホープであり第2の小西と言われてるだけありますよね。杉尾議員は数字遊びがバレて相当焦ったのか、木原大臣が答弁している最中も別の資料を指して、この資料この資料と、なんとか話を早く終わらせて切り抜けようとしていました。挙句の果てには論破された資料について防衛省が出してきたものだ、ちゃんとした資料を求めると今度は逆ギレして防衛省のせいにし始めまして、いやさすがです。まあ、こんなことをしてるから自民党支持率が落ちて風当たりが強くなっても、立憲の支持率は上がらずむしろ落ちるという結果になるんでしょう。杉尾議員は質疑の前に、私は能登の現地にも行って、阪神淡路大震災も東日本大震災も現地で取材活動をしていると話しているんですけど、その結果がこの印象操作って、一体彼は現地で何を見てきたんでしょうか。さらに杉尾議員は、緊急消防援助隊も小出しになってて救助人数に追いついていないと専門家である室崎名誉教授が言っているんだから間違いないと自信満々に追及するも、松本総務大臣からは、発災直後に知事からの要請を待たず出動要請を出し、2日朝には2000人規模で活動を開始した、それについて室崎教授には消防庁から事実関係を説明したところ、室崎教授からは、発災直後から十分な規模の部隊が出動していたことは理解した、被災地に到着した人数を見て小出しにしていると発言したが、道路などの事情があったことは承知していなかったと、室崎教授の勘違いだったことが判明してしまい、おいおい水曜大丈夫かって話なんですが、まあ、これも室崎教授のせいにして、まあ、フィニッシュでしょう。まあ、ただ室崎教授も専門家であって影響力もあるんでしょうから、もうちょっと確認取って提言してくれと思いましたね。石川県の危機管理アドバイザーなんですから、まあ、いくらでも情報収集はできたでしょうし、人脈もあるでしょう。まあ、それにもかかわらず、私たち一般市民と同じ情報源から発信されても、まあ、何の意味もないですよと。まあ、いくらもらっているかわかりませんけど、まあ、こういう時のためにお金出して石川県を雇っているんですよね。まあ、きっとそうですよね。まあ、だったらせめて情報を集めて現地に入る、もしくはヘリを使って上空から見て専門家として提言してほしかったですね。まあ、今回の動き見てると、ただのお飾りもしくは天下りのような公金中中ポジションにしか見えません。一方、勘違いを暴露された杉尾議員なんですが、その後もなぜか熱量が変わることなく、今度は阪神淡路大震災から何も変わっていないと言い始めました。その例として、地べたに薄い段ボールだけで寝ていることを挙げているんですけど、まあ、今は段ボールベッドや段ボール製住宅なんかも出てきていて、まあ、批判したいのはわかるんですけど、まあ、何も変わっていないっていうのはさすがに無理筋でしょう。まあ、確かにまだまだレベルを上げる必要はあるものの、まあ、この発言は本当に被災地の生活向上を目指している人の発言なのかと思ってしまいましたね。まあ、本当にそういう気持ちがあるなら、ここが足りていないから、これを今後全国に導入してはどうかとか、
そうした物資の開発や研究に予算をつけるべきではないかとか、まあそういう専門性の高い質疑をするべきなのに、なんとか謝らせようとか、とにかく間違いを認めさせようとする質疑ばかりで、何の生産性もないんですよね。ここができていない、足りない、総理認めてください、謝罪してくださいで、何か被災地の生活は向上するんでしょうか。まあいつもそうなんですけど、すごいずれてますよね。まあ確かに挙げればキリがないほど課題は無限に出てくるんでしょうけど、まあ今回は初動に関して致命的なミスがあったとは思いませんね。まあ総理や大臣の現地入りが遅いと知ってますけど、まあ早く行けばいいというものでもないでしょう。まあただ防衛大臣が視察したのはちょっと遅いなっていうのもあるので、まあ現地入りできないにしてもヘリの上からでいいので、まあもう少し早い視察はあってもよかったと思います。杉尾議員の被災地の生活をもっと向上させろという、まあそういう部分は理解できるんだけど、まあ数字遊びで印象操作したり、政権批判してるだけなので、まあ、やっぱり立憲は必要ないなと改めて思いましたね。まあ実際支持率下がっているので、もうね、それが全てです。はい、ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。